おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、ちょっとお知らせっていうことで、これ。携帯魚群探知機のディーパー。はい。前々からね、よく使っている動画にもね、登場するですね、携帯魚群探知機のディーパーなんですけども、このディーパーのね、チャーププラスというモデルですね、これがですね、2021年のウィンターギフトっていうことで、まあ、要は、クリスマスとか、あとは、何ですかね、お正月とかに向けたですね、スペシャルパッケージで登場してますよっていうね、これをお知らせしたくて、今動画を回してみております。簡単に言うと、まあ、このチャーププラスというですね、モデルが定価が 39,990 円なんですけども、期間限定で 33,590 円になるよっていうことで、まあね、6400円オフっていうことで、まあ GoPro とかね、その他のやつもですね、なんか期間限定で、いくらオフで手に入りますって、そんなセールよくあるじゃないですか。そんな感じで、このね、ディーパーもですね、この年末年始のですね、なんだろう、贈り物シーズンに向けて、ちょっとね、お得に買えますよっていうことなんで、まあ、そのお知らせの動画でございます。で、これね、動画でもたまに出てくるんですけども、ディーパーチャーププラス、これは何ぞやということなんですけども、魚群探知機ですね。こういう丸まっちい魚群探知機を、糸の先に結んで、でピュイーと投げるとですね、ここから Wi-Fi が送られてきて、それをね、スマートフォンでキャッチして、魚群探知機として使えるっていうね、こういうねものなんですけども、最近釣りをしていて感じるのがですね、すごいこの魚群探知機って二極化が進んでいるなっていうね、魚を個別に映し出したり、ルアーが落ちていくところを映したりっていう超ハイエンドモデルから、これなんかはね、非常に買いやすい価格帯の割には、比較的しっかりと、水中の情報がゲットできるじゃんね。このサイズで水温計なんかもついているんで、こういったね、魚群探知機が例えば 33,590 円で買えたりね、その反対で考えると、そういった、超ハイエンドモデルはもう100万円とか200万円とかね、そういったね感じでね、こう価格がね、ハイエンドとね、こういうなんだろう、買いやすい安い魚群探知機とでね、差別化されてきているんじゃないかなっていうね、そういったのをすごく感じます。まあ自分なんかの釣りだとね、こういった情報でね、十分ね、成立するんで、ブラックバスから海釣りからね、結構自分はこのディーパー、頼りになるね、相棒として使っているんですけども、このチャーププラスっていうねモデルはですね、従来のね前からあったディーパーに比べてですね、全く新しいチャープ技術を用いたワイヤレス GPS 魚群探知機っていうことで、3つの周波数ですね、675kHz と 290kHz と、100kHz ってね、3つの周波数を使い分けることによって、広い範囲を探索したりですね、はたまた、指向性の狭いね範囲を探索したりとか、こういったところが使いやすいよっていうところと、あとですね、以前のモデルに比べてこのチャーププラスはですね、充電時間が45分で 80% 回復するっていうことで、まあここにね、こういうマイクロ USB のね入り口があって、ここにですね、モバイルバッテリーとかをつなぐと、だいたい45分で 80% 回復っていうことなんで、まあ半日ぐらい釣りしてお昼休憩の時にモバイルバッテリーにつないでね、充電すると、もうそれでね、結構1日釣りが楽しめちゃうってね、ここら辺が、自分なんか使っていてね、一番その充電時間がね短くなったってのがですね、すごい使いやすいなっていうところと、あと基本的な説明だと、Wi-Fi 接続で 100m の通信距離があるよってね、これと携帯電話が、まあ、100m 離れていても、その Wi-Fi の電波を送ってきて水中画像を見ることができるっていうことで、まあでもね、ここら辺は波とかね、風の状況によってですね、100m すごいね穏やかな状態で、まあ、100m かなってのは実際使っていて感じます。まあなんだろう、ルアー釣りなんかだとだいたい射程距離は25メートル
メートルとか、まあ飛ばして30メートルぐらいかなっていう感じなので、まあ自分はね、それぐらいの、まあ Wi-Fi の食いつきのいい距離でね、よく使っているんで、特に不具合を感じてないんですけども、気合い入れてね、どれぐらい届くのかななんてね、遠くに飛ばした時なんかは、まあ波の状況によっては通信が途切れる場合もあったななんていうのは感じております。で、あとですね、水深何メートルまで測れるのっていうとね、これね、100メートルまで測れるんですね。でね、これはですね、小森プロとですね、九州の方にある音域っていうね、水深100メートル近くあるよっていうね、池で試したらね、93メートルぐらいまではね、しっかり食いついて見ることができたかなってね、これはすごいなと思ったんです。この小型なボディからね、そういった結構ね、深いね、振動を促進することも可能だったっていうのはね、びっくりしたんですけど、これはね、このチャーププラスでね、実験してみた時にね、お、映るよなんて思ったんですけど、まあここら辺も実際にね、釣りで使う、まあ水深の測定なんかだと、まあ海の場合はね、違うかもしれないんですけども、大体なんだろう、30メートルぐらいまでしっかり測れれば、まあ OK かななんていう感じで、あとね、チョアップ技術により1センチのターゲットが判別が可能っていうことでですね、このチャープ、技術をね、応用することによって、それまでよりですね、より小型なベイトフィッシュを、判別することが可能になったよということでね、1センチのターゲットが判別、可能であったり、あとはね、水深もね、もうね、これね、30センチぐらいから測れちゃうんですよね。まあ、30センチぐらいだと、まあ目視でもね、見えちゃうぐらいなんですけども、結構これは驚きでしたね。非常に浅い水深のところから、促進が可能だよっていうところ で、さっきからチャープチャープって言ってね、チャープってなんだろうっていうことなんですけども、高強度圧縮レーダーパルス、ということで、特定の領域内の周波数を上下に変化させながら連続してパルスを発生します。これにより、従来と比べてより、詳細で正確なスキャンが可能になりましたということで、まあなんだろう、このチャープってついてるモデルはね、より、繊細な、映像とかがね、情報が描き出せるよってね、まあ、簡単に言うとそんな感じなんだと思います。実際にね、昔の Bluetooth のね、頃のモデルから使っているので、結構ね、不具合なくね、途切れなく、見たい情報が見れるななんていうのは、感じております。まあこういった感じのですね、ディーパーチャーププラスですね、このモデルが、期間限定でちょっとね、お安くゲットできちゃうということでね、6400円オフってことは、まあ結構ね、その浮いた分でね、ルアー買ったりとか、あとはアクセサリー買ったりとかね、いろいろできちゃうんじゃないかななんて思いますんで、まあこれの出しどころですけどね、本当おかっぱりでちょっとしたね、ログブック代わりにですね、データを取ったりとか、自分の場合はね、海釣りのレンタルボートでね、魚群探知機がない時はもうこれポケットに入れていくだけで、魚群探知機として楽しめちゃうんで、そんな時にね、大活躍しております。なんかちょっと気になるなーなんていう人はですね、この、冬のセールですね、ぜひお得なのでチェックしてみてください。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、お知らせですね、ディーパーのチャーププラス、2021年のウィンターギフトのね、キャンペーンがやっているよって、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。